ヌーニョ・ベルトランデ・グスマンは、スペインのコンキスタドールで、ヌエバ・エスパーニャの行政官。パヌコ総督、ヌエバ・ガリシア総督、第一アウディエンシア長官を歴任し、メキシコ北西部に、グアガラハラを含むいくつかの都市を建設した。新大陸において、エルナン・コルテスが強大すぎることを懸念したカール・ゴセイは、グスマンをコルテスの対抗者として送り込んだ。 グスマンはメキシコ北西部を征服し何千もの先住民を奴隷としてカリブ海地域に輸出した。権力の乱用と先住民迫害によって逮捕されて1537年にスペイン本国に連行された。後世には残酷な暴君として知られるが、グスマンに関する情報が主に彼の性的であったエルナンコルテス、フアンデスマラがバスコでキロガラによって書かれたことに、 注意しなければならない。グスマンは、スペインのグアダラハラの歴史ある名家の出身だった。父親のエルナンベルトランデ・グスマンは裕福な商人で、スペインに単身文字の大臣を務めた。母は、ドーニャ・マグダレーナ・デ・グスマンだった。コムネロスの反乱が起きた時、グスマン家は、カルロス王子を支援し、その信頼を勝ち得た。グスマンとその弟は、カール5世の護衛を務めた。 1525年にスペイン王室はグスマンをメキシコ北東部のメキシコ湾岸にあるパヌコ自治領の総督に任命した。グスマンは1526年にイスパニョーラ島までやってきたが、病気のためそこに留まり、1527年になってメキシコに到着した。エルナン・コルテスの勢力は彼を軍事的な経験のない、よそ者として排除しようとしたが、 コルテスの強大化を懸念するインディアス数機会議とスペイン王室の支援をグスマンは受けた。グスマンはまたコルテスから十分なエンコミエンダを受け取っていないと考えるコンキスタドールや自分の地位と繁栄がコルテス派によって妨害されていると考えるスペイン人の支持を受けた。グスマンはコルテス派を過酷に扱った。ある者は財産を奪われ、ある者は処刑された。 このためグスマンとコルテス派の間で内戦が勃発しそうになった。1529年にグスマンはコルテス本人を反逆者として法廷に訴えたが、グスマンと共にイスパニョーラ島まで旅した不安でスマラガメキシコ司教は逆に、グスマンをキューバ総督ディエゴ・ベラスケスと同盟して、コルテスに敵対する者として非難した。パネコにおいてグスマンは、 インディオ奴隷貿易のシステムを作り上げた。後に、グスマンがアウディエンシア長官になると、インディオの奴隷をパヌコに輸送し、そこからカリブ海地域に輸出した。1527年12月13日、カール5世はメキシコにアウディエンシアを設立した。アウディエンシアは、長官1名と長所官4名から構成されており、グスマンが長官に任命された。 彼らは1528年12月にメキシコシティに到着した。アウディエンシアに与えられた指示は先住民の取り扱いの改善とコルテス及びその一派の行為の取り調べだった。当時コルテス本人はスペイン本国にいて自らの行為の正当性を訴えある程度の成功を得た。コルテスがスペインで成功してヌエバ・エスパーニャに戻ってくるという知らせを聞いたウースマンは 恐れ、メキシコシティを去って、西部遠征に出発した。コルテスは、総監として1530年に、メキシコに戻り、同年12月には新しいアウディエンシアが、設立された。1529年12月21日、グスマンはそれまでスペインに抵抗していた、先住民とその土地を征服するために、コンキスタドールたちや同盟している、ワ族を率いて、 メキシコシティの西部に遠征を行った。この遠征は、ジェノサイド事業と記述されてきた。典型的にはコンキスタドールたちは、先住民の村を襲って、トウモロコシ他の食料を略奪し、その住居を破壊、放火し、金目のもののありかを知るために、現地の主張を拷問にかけたが、大抵の場合には、そのような金目のものは存在しなかった。グスマンらはまず今の道は監修に、 ほぼ相当するタラスカ王国の家村氏であるタンガシュアン二世を黄金の所在を知るために拷問し、1530年2月14日に処刑した。一行はそれから七メカの地を遠征した。遠征の目的の一つには伝説のシボラの発見があった。グスマンは1531年9月29日にクリアカンの街を建設した。それから鉄壁に戻り、 そこを本拠地として新たな遠征隊を派遣した。その一つはコンポステーラを建設した。別の隊は今のソノラ州まで遠征した。グスマンによる暴力的な父チチメカ遠征はミシュトン戦争の主な原因であった。グスマンの征服地は1531年1月25日の直例でヌエバガリシアと命名された。ヌエバガリシアの首都はコンポステーラに置かれ、 ヌエバエスパーニャの一部ではあったがメキシコからは独立していた。グスマンによる先住民迫害の知らせはスペイン本国に届き、1536年にグスマンは逮捕され、スペインに護送された。1538年に釈放され、1539年からは再び王の護衛として働いている。1552年には回想録を書いた。その中で、 タラスカ王国のソン氏の殺害をキリスト教の普及のために必要なことだったと正当化している。バリアドリットでおそらく1558年10月16日あるいはその少し後に没した。1532年、グスマンの命令によってその配下のコンキスタドールであるクリストバルデオニャーテはノチストラン近郊に最初のグアダラハラを建設した。 グアダラハラは何度も移転し、1542年に今の場所に移された。グアダラハラという名前は、グスマンの生まれ故郷であるスペインのグアダラハラにちなんで付けられた。後世ヌーニョでグスマンは最悪のコンキスタドールとの悪名を馳せた。電気作家のドナルド・チップマンの言葉によると彼は黒い伝説のゴンゲであった。同時代のベルナルディアス・デル・カスティリオ・ア・コルテスに 忠実な支持者の一人だったが、彼を、ヌエヴァ・エスパーニャのすべての属州において、パヌコの、グスマン、より忌まわしく邪悪な者はいなかったと評している。彼の伝記を書いたサンタナは、グスマンの性格を、最大級の残虐性、限りのない野望、洗練された偽善、巨大な悪徳、並びなき音知らず、そして、コルテスに対する強烈な嫌をと記述している。ありがとうございます。